お四角峠は岩手県宮古市と下平郡岩泉町の境界にある峠である。なお、国道340号及び鉄道路線の峠部分はトンネルなどにより貫通している。国道340号の本峠の前後は一部が往復2車線である以外は急カーブ、急勾配が連続する処理、国道であり、飛行設機の普通車同士のすれ違いですら困難な。 共外道路である。しかし、通行車両規制、陶器閉鎖規制等の措置は実施されておらず、大型トラックがガードレールをかすめながら通行する、容姿すら見られる。この峠の厳しい道路事情は、並行する東日本旅客鉄道岩泉線の損賠問題と密接に関わっており、長大トンネルの建設もままならない、岩手県の苦しい台所事情と、 沿道住民の足を守る観点から現、峠ルート登記閉鎖規制実施の難しさという板挟みにあっていた。2010年7月31日に JR 岩泉線が土砂崩れ災害により全線運休となり、損廃問題が議論される中、2013年9月9日、JR 東日本は、お四角峠の道路改良に協力することを提案し、岩手県は道路を、 改良工事する検討に入った。なお、岩泉線の存続問題とは別々に考えるとしていた。その後、同年11月中に岩手県の道路改良方針に宮古市と岩泉町が受け入れる方向で最終調整が進められることになり、岩泉線の廃止は確定的となった。岩泉線は2014年4月1日付で廃止された。お峠道路は 岩手県宮古市から下平郡岩泉町へ至る国道340号のバイパス道路である。2014年度より旧 JR 岩泉線のお四角トンネルを道路用に拡幅するための事業に着手し、2020年12月13日に開通したお四角トンネルは、 峠付近の国道に並行して設けられた JR 東日本岩泉線のお四角駅岩手、大川駅間に位置する全長2987メートルの単線鉄道トンネルであった。1947年の国鉄小本線、お四角駅宇津谷駅間延伸時に開通した。なお、旧宇津谷駅は本トンネルの岩手大川川高校付近に位置していた。 2014年の岩泉線の廃止により、鉄道トンネルとしての役目を終え、道路用に拡幅されて、国道340号のトンネルに転用されている。拡幅工事後の全長は3094メートル、片側1車線で、福音6メートル。おじかどトンネルは、宮古市と岩泉町の境界付近に設けられたトンネルである。読み方は、おしかくと、同じく、おしかどである。 1935年竣工、全長579.7メートル、福音4.6メートル。内部の照明は暗く普通車でもすれ違いが困難で、あるため、大型車の通行は進められない。なお、お四角トンネルが道路用に改良された後の、東トンネルの損廃は不明である。おじかど水道。ありがとうございます。